さんちょっと今回びっくりしたんですけど、鹿丸さんっていう生活保護専門の YouTuber の方がいて、まあ、僕もちょっと彼と縁があって、まあ、正直最近は全くそうだし、あのそこまで彼のツイッターとか動画とか追ってないんだけど、まあ、たまたまなんか入ってきて再生したら、まあ、彼があの友達の生活保護申請の動向に行ったら、もう絵に描いたような水際作戦を喰らって、もう すごいんだよね。3時間ぐらいその生活保護ってなんか受給したとしても全部使い道とか役所が調べるよとかなんか親になんか死で渡りようとかなんかこれこれこうだよとかあなた一人だったら働けるんじゃないとかもうすごいもういかにもな絵に描いたような貢献作戦をくらって鹿丸さんもなんかあなた誰なのとか言われてもう。 そもそもなんか申請の用紙を持ってきてくれなかった。頼んでも。で、あなたじゃダメです。もう話にならないって言って、上の人を出してくれって言って、よく上の人が出てきて、なんとか用紙をもらったみたいな。こんなことが、この令和時代、この情報化社会、まだこの、あんのかって、僕はびっくりしましたね。で、あの、総合支援資金の、あの、貸し付けで、ちゃんと条件を満たしている人に、あの、愛知県とか、まあ、一部地域なんだけど、あの、 貸さない。なんか、絞る、絞るみたいな、あったわけですよ。それと一緒で、あの、本来ちゃんと条件を満たして、あの、権利があ,ある。まあ、権利っていうのもちょっとね、言葉が強いかもしれないけど、あの、本当にその困っている人に対して、この、門前払いをしてる役所があるって、本当びっくりしました。まあ、役所ガチャガチャ、一言じゃ済まないよね。で、これってさ、もう死ねって言ってるようなもんじゃん。だってさ、この人は、あの、 しかもさんっていうさ、あの、知識がある人が、ね、実際生活を受けてる人が、パートナーとしていって、まあ、それでもなんか大変だったわけで、で、そうじゃない、まあ、生活保護の窓口に行く人っていうのは、お年寄りとか、なんか精神面とか、ね、肉体面とかで結構やられてる人が行くわけで、こんな対応食らったらさ、みんな、ああ、そうなんですか、わかりました、すいませんとか、もっと言うとさ、そこでなんか、もう生活保護はもう無理なんだって、本当に、なんてうの、 無理じゃないのにその使用対応ゆえに自分が受けれることが法律的に無理決まりとして制度として無理って思い込んじゃったりとかしてじゃあ私ってもうあの生活保護も無理だしこの病気が治んないしお金もないし食いもないしもう死ぬだけだ,だなってある意味これ殺人だと思ってるんですよね。まあ、僕はこの役所の対応がねほんと殺人の,その間接的なね殺人だと僕はマジで思ってるんですよ。 ほんと別にこれ誇張とかじゃなくて鹿丸さんはまあ常識ある人だからそのどこの役所かってそのね地域は言わなかったんだけどこれはねちょっとね賛否あるかもしれないけどまあ YouTube で言うっていうのはまあちょっとよ,よくはないかでも俺はその正直ね鹿丸さんに別にどこの役所ですかって聞いたりもしないしあのね探ろうとも思わないけど、まあ、鹿丸さんはその生活保護のねなんか発信者 私今こういうことがあったっていうのは目の当たりしたんだからこの同行した彼じゃなくてその地域で今後あの生活保護を本当に必要としているその老人とか、ね、弱者弱い立場の人がみんな跳ねられちゃうわけじゃんそこをさその友達が通れば OK じゃなくてそのねなんか是正するような動きをとってほしいなと思うんだよね。 だから別に鹿丸さんがそのね役所を去らせとかそういうことじゃなくてまあそれでもいいかもしれないけどなんか NPO とかそういう生活法の専門家とかね議員とかにその話をちゃんとするとかその役所の上の人に言うとかもっと言ってねその役所が例えばあの東京のどっかだとしたら都庁にちゃんとそういうことを話を。 告げるとか、まあ、録音したわけですよ鹿丸さんはねだからそれを、ね、ちゃんとどっかに持っていく NPO とか議員とかその都庁とかにっていう動きをしてその,その地域であの本当に生活保護を必要としてる人がこの後ろにたくさんいるわけじゃないですか。で今は平気なんだけどピンピンして働けてるんだけど人生何があるか分かんなくて生活保護が必要になる場合もあるじゃん。でそのの人がさ、ね、もう苦肉の策で生活保護を 申請しに行って、そんな対応を受けて、ああ、もう俺ダメなんだ、生活俺無理なんだ、つって、犯罪を犯すかもしれないし、ね、自殺するかもしれないし、苦しい思いをするっていうのは、まあ、ね、その選択を、つうか、その未来は待ってるわけじゃん。生活を申請に行って、申請できる状態なのにさせてもらえなかった。本当にこれはね、うん、 だから、最近自分が扱ったニュースで、その、90歳のお年寄りが車を運転して、でもボケちゃって、猛毒してるから、人跳ねて殺しちゃったりとかしてるわけよ、結果的にね。まあ、それっていうのはま、まだ、その、悪意はないじゃん。でも、この役所のやってるってことは、悪意あるわけじゃん。悪じゃん、やってることが感情論じゃなくて、ね、その、役所の、その、なんだろう、 義務、職務として悪じゃんっていことは、何らかの形でね、絶対してほしいなってマジで思う。うん、別にだからといって、俺にそのさ、あの、案件を振ってくれとかはないけど、まあ、自分自分の気持ちを話すことしかできないけど、ってことですね。こういうことは絶対あってはいけないことだとマジで思います。どうもありがとうございました。